秦野市平沢付近、平沢地下道を終点方面から望む。神奈川県道62号平塚秦野線は、神奈川県平塚市東ヶ原から中群大磯町を通り、秦野市平沢に至る県道である。起点から、秦野市、河原町までは、金目川に沿って走る。他路線との重複区間を除いてはすべて片側1、車線である。 起点から国道1号との交点までは、高来山を左手に眺めながら、金目川沿いを走る。東海道線のガードをくぐるあたりで大磯町に入る。相模貨物駅前を過ぎると再び、平塚市に入る。この先市の野目橋交差点までは、交通量は多いが、道幅も広く、快適に走ることができる。この付近は沿道に、商店や高校が立地し、交通量が多い。 通称大熊通りとも呼ばれる。篠野目橋交差点で、東方向、校内高校平塚駅方面へ折れる道が古くからの肌の街道であり、現在も平塚肌の間の館の中バスの多くは、こちらを通る。篠野目橋交差点からは、旧来からの肌の街道と一致する。新幹線ガードまでは、住宅地を走るが、そこを過ぎると水田が多く見られるようになる。 金目川の流域に広がる県内でも有数の国葬地帯である。東橋交差点を過ぎると金目の集落に入る。道幅が狭くなり歩行者が増える。南金目交差点付近のバス停やその周辺は道幅に余裕があるが、これは以前平塚駅から金目駅の路線バスがロータリーとして利用していた土地を整備したためである。バス停名の金目駅は 連絡運輸があったため、国鉄の切符などを販売していた時代の名残である。東海大学の正門、土屋橋を過ぎると、ケツの上人道橋からの横断歩道の先に細い道がある。下大月の集落に入っていく。この道が急道で、川沿いの現在の道は、戦後作られた振動ということになる。ただし原道もこの区間は、堤防上を走るため、道幅が、 極めて狭く大型車同士がすれ違う際は片方が停車する場合もある。歩道もほとんどないためまれに歩行者、自転車が通行している場合や、バイクなどは追い越すことが困難である。東名高速道路、小田急小田原線を越え、旗最強を渡ると、肌の市街に入っていく。室川橋交差点で右から接するのが、先ほど分かれた旧道である。河原町交差点から、 西大竹交差点まで県道71号線と併用する。旧来は河原町交差点を直進し、本町四近くで左折して国道246号、平沢交差点まで抜ける道が本道であった。余談であるが、平沢交差点から本町四近くを通り再び246号に合流する道は246号の旧道でもある。 県道71号線とは西大竹交差点で右折して分かれる。ここからの道は都市計画道路として近年作られた。西大竹交差点から県道終点を越え県道706号線との接続地点のテクノパーク入口交差点まで約6キロメートルの桜並木が続き満開の春は特に美しい。また、この西大竹交差点から先は沿道に 山田電機や、ヨークマート、ユニクロなどの商店、肌の赤十字病院などがある。しかし、計画時交通量予測を誤ったのか、朝、夕、休日は、渋滞が激しい。著しい時は、平塚方面行きは西大竹交差点付近から、三郷町入口交差点付近まで、平沢方面は西大竹交差点に侵入する。 車列が双方 1km 程度に達する時もある。なお、秦野市の都市計画には西大竹交差点から峰の下交差点付近までの振動整備計画が示されている。ありがとうございます。